沼倉光一41歳本作の主人公。共通点ですか、いやでもこう今この漫画に出てるように、あの結構腕が太すぎてめちゃめちゃ筋肉あるじゃないですか。で結構頑張ったんですけど、こうやって並べてみるとやっぱ遠かったなって感じで。坂本理香22歳本作のヒロイン、視圧師を目指す専門学生。撮影中とか結構松田さんがこう冗談をよくおっしゃってたので、それに対しては突っ込んでみたりちょっと透かしてみたりして、結構無茶振りしてみたりして。木村ヤクザ、かつて沼倉から母親を奪った人物であり沼倉の復讐相手。気に入らないことがあると暴力に訴える非情な男。久しぶりのスキンヘッドでとっても嬉しかったです、はい、心が